りやってないような気はしますが、せっかくなのでということでやってもらうと。さあ色はどっちも茶色ということで、なんとなくこう珍しい色合いですね。さあ月さんは X 自体はそんなにやってないのかもしれないですが、サードなんかでも有名なプレイヤーですし、もともとこう格ゲーの心得が分かってらっしゃるというところで、いわゆる人間性能としては高いと。ちょっとこのずらして真空のあたりがうまいですね。そしてあとは一発のこれがここからめくりがあるが投げて、ここはまあ投げられるまではしょうがないですね。ただ、ナイスガード。そしてスカシタがここからつながらない。よくわからん、なんかお互いミスのような気がしますね。波動ベガが飛んでベガが投げられるはずだったと思いきや、なぜか竜が投げてしまって一本選手ということですね。竜巻、そして見えづらいめくりはナイスガードですね。ここでマリオパンチがつながらない。そしてめくりもつながってないけれども、中足から波動がつながり、あとは端で悠々自適に球を打つと。踏んでしまったら厳しい。またずらしますね。この辺りのずらし方は手慣れてますね。なんかこう一瞬置いてベガが投げたり通常技を出したくなるところに真空を当てるとフルヒットするというやつですね。これで、1-0 ですね。月さんが 1-0。 そして2戦目は飛んで波動で追っ払ってヘッドプレスはガードすると。そして波動に引っかかってこっからパク逃げ切りましたね。そして受け身は取っていない。さあめくりが見えなかったか。でも繋がってないですね。ベガはこの飛んでよくめくりかわからない飛びをつなげた後は一気にピオリに持っていくというのが勝ちパターンなので、この連続技がうまくできるかどうかで大きく変わってくるところかなと。サイコはガード。ただお互いスパコン持ってるのでまだ竜もわからない。時間が少なくなってきたが、ここは真空いかない。もっと一瞬置いて真空出したがガードしましたね。逃げに使うナイトメア、こうなると時間はきついが、時間が、あこれただ昇竜重ねようとしてそこにベガが投げを入れたということでしょうけれども、ちょっと昇竜出していて時間的にどうだったかな、微妙なところですね。さあつむつむさんが一戦1ラウンドですね、取り返してます。さあ10先で勝敗数を忘れたらいけないので一応メモっておきますか。ちょっと待ってくださいね。今が 1-0 ですね。体力的にはベガがリードしていると。さあこれ竜巻を飛んでしまったが着地点を間違ってしまったんですかね。今のは投げてくださいとやんばかりのところでした。これでつむつむさんが1本取り返して 1-1 ですね。マイパンチが出やすい。なんかレバーのボタンか、モーターの感触ですかね。まあ、おそらく不具合ではなくてボタンの感覚の違いなのかなという気もしますが、波動飛ぶ、ファイヤーをこけてなんか出そうとしましたね。スライディング連発、今度真空はつながらず。さあ投げて、これはガードできない。まあ、今のはナイトメアを出しても読んでれば竜の方でいくらでも返せる。冷静に最後の戻り際に足払いでしたね。これは連続技つながらない。投げた、竜的にはこれラッキーでしたね。ファイヤーでこかしてここが飛びに行きますね。さあ第5つからつながらない。あれこそ足払いだと3段だったんでしょうけどね。ここの真空もナイスガードですね。マリオパンチはガード、ここはちょっと遅らせて波動で2戦目は決算ですね。今あのナイトメアが溜まってなかったので、溜まってればリバーサーで出して逃げられたかもしれないけれども、ちょっとそこが惜しかったところですかね。3戦目、波動で、飛んで
はい、昇竜の子に、おお、目の前に落ちました。今度は真空決まった。ここで、ここはもう逃げで投げ止めは使うしかないですね。最後は自爆、弾を踏んでしまった。まあ、1本目は決算ですね。めくって、ここはガード、大キックが決まった。波動で来るな来るなと、どこでヘップレを出そうかなというところですかね。ヘップレの勝利はなかなかこれ当てるの難しいんじゃないでしょうかね。ちょっと待って投げる、マリオパンチはここ当たらない距離ですね。昇竜はカスあたりでめくって、なんかしようとした、まためくって、さあ足払い、今波動、今ナイトメアが出ている場というか出そうとしてた動きですが、本人からも出ないんだけどと、なかなかレバーとボタンの感触に慣れてないのかな。これで3対1ですかね。連勝で月さんがペースを掴んできたかな。飛びはガードする、ここの飛びは間に合ったな、ギリギリ。そしてきちっと4段を入れてピュらせたが、その後コンボミス、これは痛い。これで流れが竜の方に傾いたかと思いきや、繋がらない、繋がらないが、ここは冷静に、ちょっと飛びが高かったのでアントビにはならないような感じだし、これはガードしても終わっていたのかもしれないですね。さあ1ラウンド目はつむつむさんが取って、2ラウンド目でここは昇竜だけれども、ちょっと出すのが早かったかな。受け身を取らないので一気に減ってしまう。今度は返そうとしたがダメだった。こっからピオリに持って、ピオらない、ちょっと運が悪かった。一発目の波動をガードしてしまって、二発目のガードを飛ぼう、波動を飛ぼうとしたんだけど、多分間に合わなかった感じですかね。飛び蹴りと、こっから投げ合戦でしたね。まためくって、昇竜は2連発、強気ですね、剣みたいな動きだった。歩いて投げて、ここは一瞬怪しかった、波動ヘップレ、ここは波動を出すだろうということでナイトメアをうまく当てましたね。これで、つむつむさんが2勝目ですね。3勝2敗、あ、松本さんもあの勝敗入れてくださってありがとうございます。1、3の1の方が、左の方がこれはつむつむさんということですね。これで6戦目ですね。今のところいい感じに星がちょうどばらけているところですね。中足連発からヘップレ、またヘップレ、そして波動が着地に当たる。おっと、ここは昇竜の隙をちゃんと逃がさない、竜巻で逃げる、竜はピュらなかったですね。謎の相打ち、今のはちょうど波動の隙にギリギリ中キックが当たったようなところですかね。まあ、つむつむさん勢いを取り戻してきたというところでしょうかね。アントビから今中ゴスが見えました、カス当たり、しかしピヨって、ここから飛びはしない、飛んでたらこれ終わってたかな。まあそれでも誤差の範囲内でしょうということで、6戦目はつむつむさんがあっという間に取って、これで33の道具店ですね。色を変えましたかね。ワンピーショーピーカラーで出直した、3段しっかり入る。ここはめくりから3段見えない。ここからのしゃがみチューパン大昇竜はかなりの精神的ダメージがでかいコンボですね。竜巻、おお、中足波動でちゃんとこかす、またヘッドプレスに昇竜を入れようとした感じですかね。ちょっとこれはなかなか昇竜入れるの厳しいような気がするんですが、どうでしょう。そして今度はあっさり月さんが取り返して、月さんから見て3対4ですね。なかなかいい感じに拮抗しているところですね。8戦目、さあ立ち蹴りをブンブン振り回すが強気ですね。ダブルにカス当たり、こ
ここは昇竜と相打ちですね。3段が綺麗に入って飛びがちょっと甘かったな。ナイトメアがモロ入っちゃって、ここの勝ち方はつむつむさんにとっては美味しいところ。おっと繋がらない、ダウン取って飛ぶ。またさっきの出たこの精神的ショックのでかい3段減る。裏に回ったがここは逃げる。ナイトメアを出したが健康一滴とならず。ここはしょうがないですね。1-1、飛びがいいな。ここちょっと遠かった。ここはナイスガード。おお昇竜、しかも大勝利。またこれ入った、これ好きですね。そして今のは確かにどっちよこれと言ってましたが、なかなか見えないめくり。決算5-3ですね。連勝でしょうかね。さて9戦目、昇竜空振り。最後がダブル2が来ると思ったのかな。つむつむさんはこの地上でパチキックをブンブン振り回すスタンス。今度はパチ中 P でしたね。お、繋がらない、繋がらないけれども体勢に影響はない。パーフェクト取っちゃいましたね。ここでゲスナが取っちゃうと 6-3 でダブルスコアがつくので、なかなか精神的に厳しくなるというところでしょうか。つむつむさん的にはなかなか近づけない。まだこの試合ダメージを与えられてないぞ。当たったが暗いだけ。くー、居場所では出てなかったかな。まあ対空真空ということで月さんが 6-3 ですね。6-3、6-3、あと3つしか負けられない。つながっちゃった、しゃがみ中盤。ここはうまく入れた。このめくりは見えていた。ナイスダブル2ですね。ここは表ですね。ちょっと飛びが遅かったか。またこれ強い。これあれかな、しゃがみ中盤ヒット確認してから勝利入れてるんですかね。ガードされたら大変なことになると思うんだけれども、まあ見てるんでしょうね。この辺はやっぱり人間性の方。ちょっとつむつむさんが押され気味になっているが、このラウンドははい3段ピオリはしないが、まあまあまあいい感じに昇竜の隙を見ていたと。膝、ここでネットプラスは見られていた。蹴る蹴る蹴る、投げる。そして今の飛びは落ちない。まだ真空溜まってない。真空溜められる前に倒してしまいたいところが、ここで溜まってしまう。マリオパンチですね。ここはこうなりますよね。一瞬だけ待って最後の重ねたりよと。7勝3敗で4連勝ですかね。この辺で止めないとさすがに厳しい。政権好き今の大パン、これはさすがに何かのミスかな。竜巻で近づいて中ゴスはガードできず、根元から勝利当たってガードはしたが怪しくなって、こっから投げる。今飛びがベアの飛びが通ったかと思ったら、ちょっとあれかな、飛び技が遅くて着地の隙を投げられたというところでしょうかね。昇竜カス当たり、足払い、飛んだ、飛んでここでたまる。あっ食らうが、これはガードできないし、飛ぶのもちょっと厳しい距離だったかな。つむつむさんはなんとかここを取りたいところですね。暗い投げできない。パンチボタンを連打してたみたいだけど。昇竜ナイスガード。しかしもう体力の7割削られて、また出た必殺技、超必殺技ですね。8-3、
今8対3ですね。ゲスさんが8-3ですね。あと1個しか、まあ深呼吸置いてもいいですよと言ったらもう始まっちゃってる。深呼吸なんかやらねえぞと。今のはうまい、うん、ちょっと安い。この昇竜の隙にどう技を入れられるかですね。やっぱりここで連続技を見せてしまうとなかなかベマもワンチャンつかめないと。この大倉製真空ですね。そして投げると、投げが来るのか飛びの後、あるいはしゃがみ中足来るのか中腰来るのか、いろいろ卓を持っている男です。繋がんない。ペア的にはもう昇竜の隙には3段とか入れて分からん飛びでピュらせてというのが勝ちパターンだが、なかなかそこがうまくつながっていないような印象。そしてまた真空食らう、リーチ、リーチです。6連勝。さあ深呼吸を置きますか。すぐに入る。最後は渾身のレバーガチャ決めた。押しっぱなし。これが最後というのはまだ早いんじゃないですか。かさたり踏んでしまう。ファイヤーではない。ちょっと固まっちゃってるな。ショーパンで返される。なかなかこう、お、入った。どう攻めていいのか、攻めあぐねたような感じもするが、今回はきちんとですね、勝ちパターンに乗せましたね。3段決めて、よくわからんめくりでピヨらせて連続技決めて、まあ殺しきれないがあと一発というところまで持っていけたと。これも、はいはい、これはかー、あー安すぎるぞ。しかしまたお互いのミスが重なった。まあでも結果的には、まあ見てる分には言うのは簡単なんだけれども、まあ、いざやってるとですね、なかなか相手の隙に的確に技を入れるのは難しいところかなと。これでつむつむさんが4勝目ですね。松本さん、勝負はこれからだと。そうなるかどうか。色を茶色龍ですね、戻しました。まだ大勝利はこれ勝利を出そうとしてるのかな。波動が化けただけなのかな。先読みで大勝利だったらすごいですね。なんでという声が聞こえたが、思うように技が出ないか。これもデジャブ、これを何回も見た気がしますよ。まあ真空食らってしまうリスクを考えると、やっぱりここはガンガードなんですかね。投げられてもまあ受け身取っとけば最悪なんとかなるかなっていうところですかね。あー、来た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 、でも繋がらない。九死に一生を得たけども、これはちょっと厳しい。投げようとしたかな。蹴り、投げる、頑張ってる、投げる投げる、今度はおっ、ナイトメアガード。あー、最後の最後で力尽きた。最後のラウンドは